自宅でネットで稼ぐ方法っていうのを聞かれてるんですよね。やっぱり自宅で、まあ、海外にいてもってことだと思うんですけども、海外移住を前提にしている話なので、海外でも、在宅でネットで稼ぐ手段があったらそれは便利ですよねと。で、場所を問わない収入っていうのをネットで構築しましょう、ネットで得られる収入として構築しましょうっていうのは僕はずっと提案していることで、コンサルもずっとしてるんですけども、やはりですね、海外で自宅で稼ぐってなると、やっぱり転売とか、その背取りとかですね、あと物を売る、現地の物を売るっていうアイデアも海外にいる人って結構持つんですけれども、なかなか物のやり取りって日本ほどスムーズじゃなかったり、配送とかも違ったりするので、あと、まあ、海外での言葉のやり取りがなかなか大変ってこともあるので、僕は日本語でですね、情報発信するというのをお勧めしてます。まあ、ブログとかですね、メールマガもいいんですけれども、今だったら僕は YouTube で、サクッと上位表示をして、LINE で、ファン化して販売していくというのが一番いいと思います。